皆さんこんにちは。美力解禁コンサルタントのどちらゆり子です。今日も美道美的チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは外見と内面の両方からアプローチをして自分らしく生きるための秘訣をお伝えしております。今日はスキンケアに関してお伝えします。もし皆さんの中でブツブツができちゃって困る、ニキビができちゃって困る、吹き出物ができちゃって困る、どうしたらいいのっていう方がいらっしゃいましたら、今日の動画少し参考になるのではないかなと思います。それでは行ってみましょう。スタート。はい、今回はニキビやブツブツといったそういった吹き出物系ができてしまった時のスペシャルケアをお送りしたいと思います。今日私はちょっとノーメイクで眉も描いてなくても何もしてないんだって本当に申し訳ないんですけれども、ここからやっていった方がより分かりやすいのではないかなということでやっていきます。はい、それでは用意していただくものはティッシュ、こういったティッシュもしくはまあコットンを用意していただいて、コットンの場合は裂いて使ってくださいね。皆さんティッシュだったらあるかなと思います。で、このティッシュに化粧水です。保水力の高い化粧水を用意してください。化粧水を含ませます。こんな感じでね、患部に、患部じゃなくて化粧水をこのように含ませます。で、私本当にね、縦にねこうやってね結構ブツブツができてしまったんですけど、このブツブツのところにこうやって当てますね。このような感じでちょっと折りましょう。このような感じで当ててください。こうです。で、このような感じで当てていただきましたら、この部分が乾ききる前に取ってください。ここがポイントです。乾いてから取ってしまうとお肌にダメージを与えてしまうので、乾ききる前に、もう浸透したな、十分だな、乾ききるってまだないかなっていうような時に取っちゃいます。で、取りましたら今度は普段通りのお手入れを化粧水でやっていきます。手のひらに500円玉分ぐらい取っていただいて、広げて、そしておでこと顎、1、2、3、そしたら今度は頬、1、2、3、そして今度は目のあたりですよね。この辺とかを使っていただいて、1、2、3、はい、そして細かいところです。このような感じでこういうところも化粧水をこのように当てていくというようなことで進めてみてください。今日はニキビ、ブツブツ吹き出物できた時のスペシャルケアをお送りしました。はい、いかがでしたでしょうか。そうなんです、集中ケアはね、ぜひやっていただきたいんですけれども、いわゆるこうパックっていう感じでシートっぽくなっていて、こう30枚入りとかね、ああいったものって防腐剤がたくさん含まれているので、できればやはり避けてほしいところです。なので、こういったことで皆さん身近にあるティッシュやコットンなどを使って、その時だけまあ集中してパックをするっていうのを試してみていただけたらと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたという方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンを押していただけますと非常に嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。